メジャー早くも今年のノーイチ珍プレーが決まってしまう。いよいよメジャーリーグのオープン戦がスタート。大谷翔平投手にとって移籍後で初の試合となります。メジャーはシーズン開幕直前までびっしりと試合が入っており、ほとんど休みなし、1日にチームを2つに分けて変則ダブルヘッダーを行うこともあります。これだけ多くのオープン戦を行うのは主に2つの理由があります。1つは開幕まで主力選手が50打席以上、野手は90イニング以上が与えられるからです。もう1つの理由として、どの球団も40人ロースター枠に加えてマイナー契約の招待選手、いわゆるノンロースター選手が20、30人ほど参加します。各球団のプロスペクトたちが見えるからオープン戦もおもろいで、メジャーの若手って本当にすごいよな。日本の22歳でこんなん出てきたら絶頂やろみたいなのがたくさんおるイメージ。ちな今日のレイズの有望若手がランニングホームラン打ったで。なんやこれ、何してるんですかね。朗報、今年の珍プレー大賞もう決まる。頭から突っ込んで飛び蹴りしとるがな。オーバーヘッド、もうめちゃくちゃでくさ。早くも今年のノーイチ珍プレー決まっててくさ、やばすぎだろ。去年の牧のランニングホームランを思い出すな。スポナビで文章を見ても意味わからんかった伝説のシーン。次の三塁内野手がまさかの右中間真っ二つの二塁打を放つ。レフト前への当たりが左中間を真っ二つに破りランニングホームラン。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。